どうも影げやんです今日はですね孤独になるということについてお話ししたいと思います、えー、何かを成し遂げたいとかね、えー、何かに挑戦したいとか、えー、こういうそういう風にね、えー、思う方はですねぜひ孤独になっていただきたいなという風に思います今ちょっとコロナウイルスのね影響でその孤独になるというか、えー、家にいる 時間が多いと思うんで結構それはねチャンスだと思うんですね でその孤独になるっていうのはね独、えー、人ぼっちになるっていう意味ではなくてですね、えー、一人になる時間を作るっていうことですねえっと一人の時間を作ることによってですね、えー、自分と向き合ってですね、えー、自分が今戦わなければいけない敵をね、えー、見つけることができるということですねつまり自分の今のね課題を見つけることができると。 ということですねでその課題を見つけたらですねそれに対してですねしっかり向き合っていただきたいですねで向き合っていってそれを課題に取り組むという形をとっていくんですね、えー、そうすることによってですね、えー、何かを成し遂げたり何かを達成したりと、えー、挑戦するしたりとかねそういうことができると思うんですねだからその孤独になるっていうことがすごく大切だと思うんですねま,まあその お友達とつるんだりとか喋ったりとかですね、あのー、することは楽しいとは思うんですけども、えー、そういう時間を作っ その時間ばっかりだとねそのことによる影響を受けたりですね、えー、そういうことで日常に流されたりしてしまってですね結局自分の課題にしっかり取り組むことができないようになったりするんでですね、えー、孤独というか一、えー、人になる時間を作ってですねしっかりと課題に取り組んでですね、あのー、次のステップにこう進んでいってもらいたいなというふうに思います。 だからです、ねえー、この今の時期のね時期をねしっかりとチャンスと捉えてですね、えー、自,分自分と向き合って課題に取り組んでいただければなというふうに思います。ということで今日は孤独になるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます